はい、じゃあすいません、よろしいでしょうか。はい、はい、この度はお時間いただきましてありがとうございました。はい、じゃあ何点かご質問させていただきたいんですけれども、はい、この度なぜニューヨークでイベントを企画されようと思われたんでしょうか。あ、まあ、皆様からご質問いただいてると思うんですけど、まあ、でも5年くらい前も、はい、5年やらせていただいて、はい、で2年くらい前にライブで来させていただいて、はい、その時で結構こういろんな方にお世話になって、はい、でいろいろつながりができたので、はい、まただからそういう人たちに会いたかったし、あ、新作できたタイミングで来させていただいた。はい、ありがとうございます。本日で、個展は、はい、まあ、最終日となりますが、はい、何かその西野様が実感された手応えか何かってございますか。何かこういうことが、いや僕だけじゃないんですけど、はい、スタッフも全員驚いてたんですけど、はい、初日とかそれこそ1時間待ちとかだったんですよね。あ、はいはい、そんなたくさん来てくださるんだっていう、そんなに、はい、受け入れてくださるんであれば、はい、もっとまめに来たいなって思って、はい、じゃあ次新作出たらまた来させていただきます。あ、そうなんですね。これからは日本というか海外を、まあ、拠点に活動されていくご予定なんですか。いやいや、日本も、はい、のお仕事もやりつつ、はい、海外もやりつつっていう、はい、あんまりどこに軸足置いてってないんですけど、でも呼ばれたらそこに行くっていう。あ、はい、じゃあ具体的にはニューヨーク以外でも例えばヨーロッパとか他の国もご興味が。でも、本当にコミュニティが一番できたのがニューヨークなんで、はいはい、やっぱどうしても来やすいですよね。あ、なるほど。来年も、はい、再来年もまた、はい、今綾部さんとか、はいはい、渡辺直美さんとかも、まあ、いらっしゃってて、はい、ニューヨークで活動されることも多いと思うんですけど、はい、その方たちともよくご連絡取られて、あ、はい、ここに来てくれました。あ、綾部君も、はい、直美ちゃんも、あ、そうです、ここに来てくれました。あ、その方たちとなんかコラボされて何か活動されるというご予定は特に今のところないんです。まあ、映画が出るので、はい、映画煙突町を見てる、はい、で僕直美ちゃんの声が好きなんで、あ、直美ちゃん、はい、に出てもらいたいですね。ああ、なるほど、それはありますね。あ、綾部さん、あ、西野さん、最終的に何目指されるものっていうのは何かございますですか。一応ディズニー超えるって言ってるんですよ。あ、はい、ディズニー超えるって言って、はい、それ超えた後は本当に、はい、この、まあ、今 AR って言うんですけど、はい、本当この現実世界とファンタジーの境界線をなくしてしまって、はい、この現実世界の中にこの煙突町みたいなのをまず入れたら面白いくなるなと、それやりたいです。具体的にいつまでご予定でございますか。ちょっとそれ多分自分の作品の、はい、進み具合とあとは、はい、単純にテクノロジーの進み具合とか、はい、でも10年もあれば、はい、いけんじゃないですかね。あ、なるほど。つまりこの街歩いてて、はい、この街中がもう全部煙突町になる、はい、あ、まあ、ご自身のご実家の方にはそのような計画をもされてらっしゃるんですけど、はいはい、そのリアルな街も作ってるんですけど、はい、次やりたいのは本当にこのマンハッタンとかを、はい、ガッと一気にこのアニメーションの中の世界にバックしちゃう、はいはい、AR の、はい、メガネとか入れて、はい、男の街並みをもう全部変えちゃう。ああ、なるほど。まあ、技術の失点とともに、はいはい、ポケモン GO のちゃんと景色もある版ですね。あ、モンスターも出てくるし、はいはい、景色もちゃんと変わる。ああ、素晴らしいですね。あと今ボランティアのような活動もされてらっしゃるということで、例えばそのお金がない方たちに、はい、なんかその いろいろな場所に行きやすいようにされたりとか、まあ、いろいろな20個ぐらい、まあ、仕事されてるっていっぱいやってます、いっぱいやってたんですけど、そのような何かボランティアというんですかね、っていう活動もされてらっしゃる。いや、そのボランティアっていうと結構声が良いんですけど、はい、そんな立派なことしてるわけでは決してなくて、はい、決めてるのは一つだけで、はい、貯金をしないっていう、つまりその前の、はい、蓄えがシーズンの、はい、貯金は全額何回使うっていう、はい、それが寄付なのか、はいはい、もしかしたらお仕事かサービスを作るやつなのか、はい、場合によっちゃ今年だったら、はい、
成人式の、はい、なんかこう夜逃げしたなんか業者がいて、今年は日本では成人式が行われなかった、一部で行われなかったんですけど、あそういう方々にこう、はい、成人式をプレゼントする費用とか、あそうなん、それがなんかボランティアみたいになっちゃってるのかもしれない。基本的にルールは貯金しないっていう、はい、なるほど、全額使うっていうで、はい、今でも全額寄付されたということですよね。まあ、寄付なのか、まあ、自分に使うことはあんまないですね、はい、自分に別に、洋服も興味ないし、ギャンブルも興味ないし、はい、贅沢に興味がないので、人に扱います、ね、はい、だからそれ絶対返ってくるんですよ、あ人に使うと。あ素晴らしいですね、まあ、ギブアンドテイクっていう、そうですね、僕はあの要は、はい、時々クラウドファンディングがやるんで、はい、あの本当に人に使いまくってお金なくなっちゃって、はい、お金くださいみたいなこと結構やるんで、あその時にまた帰ってくればいいかなぐらいの感じで、ああ自分の宅配は基本的にはもう全部人に使う。あなるほど、そうなんですね。今あの日本人がニューヨークから、まあ、年々少しずつ減ってるんですけど、ね、はい、3% 5% ずつ毎年減ってるんですよ、まああのね、ニューヨークよりも日本の方が平和だって思われる日本人も多かったりとか、まあ、たまに、ね、そのテロとかが起きたりする影響で結構帰っちゃう、あとあの、まあ、ビザの問題が今あの大統領の関係で厳しくなって、まあ、どんどん帰っちゃってるっていうのもあるんですけど、そういう中でその西野さんとか綾部さんとか渡辺直美さんとか日本人の方活躍されてると、まあ、ニューヨークに住んでる僕たち日本人にとってもすごい頼もしいというか勇気が持てるんですけど、はい、まあ、そのような意味も込めていらっしゃったのかなって。あでもそう、はい、そんなことでなんか誰かのこの支えになれるんだったら、はい、そんな嬉しいことないですね。それそっか、あんま何も考えなかったんですけど、はい、ニューヨーク楽しそうだなって言ってるだけ。まあでも、はい、行く機会増えると思います。あそうなんですね、ニューヨークにスナック作ろうって話だったんで。あこの滞在中ですね、はいはい、ニューヨークに来る機会は増えます、ね、ああなるほど。なかなか結構ニューヨークはコリアンタウンとかチャイナタウンとかはあるんですけど、はい、ジャパニーズタウンっていうコミュニティがないんですよ。もったいないですね、せっかくこんなに日本人の。そうなんですよ、結構ニューヨークは日本人5万人いるって言われてるんですけど、なかなか皆さんがあの集まろうとしないんですよね。だからそういう団結力がっていうか、そのコミュニティ作らないっていうのもあって、皆さんちょっと心細くなって帰っちゃうっていうのもあったりするんですよ、ね、その場所を作った方がいいね。そうなんですよ、なので、まあ、西野さんのような著名人の方にあのそういう場所を作っていただけたら、スナック作ります。ありがとうございます。皆さんがもっともっとなんですか、日本人同士も助け合うようになって、ニューヨークに日本人も、いいですね、いや、はい、日本でスナックを、はい、スナックを今何十店舗かあるんですか、各都道府県に。ああ そ, うそれでニューヨーク店作ろうみたいな。あ、西野さんご経営のってことなんです。なんか一応オーナーみたいになってるんですけど、はい、あんま僕は口出してなくて、はい、他の誰かがやってるんですけど。あそうなんです、まあ、でもそれのニューヨーク店やろうみたいな話が、はい、あなるほど、ちょうど先になってました。あそうなんです、そういうのでみんなが集まれるといいですよね、はい、あ、はい、情報して、はいはい、まあ、そんな形でなんかいろいろとちょっと行きづらくなっているニューヨークで、ちょっと心細くなっている日本人も、はい、僕も含めて多いんですけど、なので、はい、西野さんに盛り上げていただけたらありがたいです、はいはい、頑張ります。次回はいついらっしゃる、来年です、来年、はい、そのスナックも作るので、もう来年出てくる。あ、はい、結構毎年来ます。はい、かしこまりました、はい、はい、またいらっしゃってお会いできるのを楽しみにしております。ああ、はい、本日はすみません、お忙しくお時間いただきましてありがとうございました。